超能力いかがですか。超能力お願いします。いかがですか。超能力お願いします。超能力お願いします。超能力お願いします。超能力どうですか。超能力お願いします。超能力いかがですか。まだしもチラシなんて誰も受け取らないっすよ。ティッシュなんてどんだけ経費かかると思ってんのよ。誰かのおかげでお金のやりくり大変なんだから。配り方が悪いんじゃないですか。笑顔もなく。超能力いかがですか。とかやってません。うるさい。お前も手伝えよ。めんどくさいなあ。アツシ、ダメだ。あけみちゃんは認定試験が近いからね。あつし一人で頑張ってもらうよ。能力が不安定でもチラシ配りなら問題ないだろう。能力ならまたすぐに安定しますよ。今ちょっと調子が悪いだけで。勘違いするな。能力の不安定が問題なんじゃない。お前の場合それを隠して調査を続けていたってことが問題なんだ。ペナルティーよ。あんたが家出人捜索に手間取るから。依頼人は不安で参っちゃうし、クレームは飛んでくるし、そうこうしてるうちに家出人は自分の意思で帰宅しちゃうし、結果事務所の信用はガタ落ちよ。調子が悪いなら正直に言えばいいだろ。仲間のサポートで解決できたはずだ。いや、すぐに調子戻ると思ったんですよ。超能力で人助けできなかったらうちの信用だけじゃない、依頼人のためにもならないんだぞ。はい。お使いになりますか。いえ結構です。はい。でご依頼というのは息子さんの捜索で。はい。いや、かれこれ半年ほどになりますか、連絡が途絶えておりまして。お住まいはどちらに。息子とは離れて暮らしております。お恥ずかしい限りですが、住所も把握しておりません。たまに金の無心で電話があるくらいで。その電話が途絶えていると。はい。ほっときゃいいじゃないかと言われればそれまでなんですが、なんせ遅くできた一人息子で。他に手がかりになるようなものもありますか。はい。ある日これが送られてきまして。1000万。はい。額が額なもので、何かトラブルに遭ってるんじゃないかと心配で。
お借りします。承知しました。調査を始めさせていただきます。何か分かり次第ご報告いたしますので。息子をどうかよろしくお願いします。はい。すいません。はい。クリームソーダアイス抜きで。かしこまりました。今日こそ取り戻さないと。そろそろ旦那にバレる。お待たせしました。すいません。はい。クリームソーダアイス抜きでお願いします。かしこまりました。立て続けに2人、この時間にしちゃ珍しいね。しました。どうですか。74点ギリ合格ライン。よっしゃ。ちょっとこれ明美受かっちゃうんじゃないの。二級超能力士。やっぱり受かっちゃいます。学科は多少不安だけど実技は十分だし可能性あるね。二回目で合格ならかなり優秀だよ。誰かさんは6年もかかってるからね。やばい、受かる気がしてきた。ちょっとアツシ君、落ちろって願うのやめてもらえます。はあ、絶対受かってやっかんな。いただきます。なに、またタンポポ。いいじゃないですか別に。厨房に可愛い子いるじゃないですか。だからです。違うよ、タンポポの唐揚げうまいな。なんて名前。青葉ちゃん。ボリュームもあるし。ボリュームもあるんだ青葉ちゃん。違う、そういう不純な意味じゃなくて。
不純ですよ。普通弁当屋の女の子の名前なんて覚えないもん。いやらしい。いやだから気になるってやめてくださいよ。あつし君って惚れっぽいですよね。違うってば、そういうのやめてよ、ほんとに。おう、増山。榎本さん。お前また危ないことに首を突っ込んでるらしいな。何ですか、いきなり。変なところでお前を見かけたってやつがいるんだよ。いつもの人探しですよ。白石さん、ご無沙汰じゃないですか。久しぶり。あ、どうも。最近大きい山扱ってて忙しいんですよ。大きい山？あ、邪魔したな。うろつくのはいいが、余計なことはしないでくれよ。そっちもね。まあ、おいしいネタがあるなら話は別だけどな。はいはい。危ないことってまた私たちに隠し事ですか？確かに人探しだったら俺でもできるし、わざわざ所長が担当しなくても。アツシには振らないよ。まだ謹慎中だろ。チラシが終わったら営業、宣伝、外回りも頼むよ。俺はちょっと出てくる。あんたのせいで売り上げ落ちてるの自覚してる？所長が人探し担当するなんて珍しいんだから。それになんか危険な感じだし。いつまでも無能力者を置いとく余裕なんかないんだからね。超能力、超能力お願いします。お願いします。どうですか、超能力。超能力お願いします。ありがとうございます。中井さん、お疲れ。今帰りですか？そう、モモンガって夜行性だから夜中におびき寄せて捕まえないと。モモンガ？所長まだ怒ってるの？まあはい、でも俺が悪いんで。調子は戻った？いや、まだ。君は精神集中ができてないから能力が発動しないんだと思うよ。チャラチャラしすぎなんだ。中井さん、俺もしこのまま能力が戻らなかったらどうなっちゃうんですかね。大丈夫、ただ無能力者になるだけだから。それじゃ俺の存在意義が。大丈夫、君の場合能力があっても微妙な存在だから。は？じゃあ僕は帰って寝るね。どうも。いつもの唐揚げでいい？あ、今日はね、唐揚げで。唐揚げいっちゃおう。ごめんね、いつも愛想なくって。あ、いや、別に。分かってんのかな、私がお店に立てなくなったら一人でやらなきゃいけなくなるのに。え？5ヶ月なの。まだ目立たないけど。え、そうなんですか。おめでとうございます。料理の腕は確かなんだけど、人前に出るのが苦手でね。はあ、一緒にお店やってくれるいい人見つけてくれないかな。ん？何それ。あ、これうちの事務所のチラシです。増山超能力士事務所。え、お兄さん超能力者なの？まあ
一応人の心が読めるとか、あの能力的にはサイコメトリーって言って、物に触って知念を読むんです。そのものに残された記憶とか。はあ、あ、ねえねえねえ、じゃあこれ読んでみてよ。すいません、今ちょっと調子悪くて。もう本当に超能力者なの？いや本当ですよ。あ、ほらほら、じゃあいただきます。はい、いつもありがとうございます。はい、手紙からの思念をたどって行き着いたのがここ、ラックと呼ばれる闇カジノです。闇カジノ？息子はここにいるんですか？いえ、姿はありませんでした。じゃあ息子はどこに？芝居はやめてください。少なくとも息子さんがラックに出入りしていることは分かっていたんじゃありませんか？聞き取りの時から気になっていました。まず便箋はこの1枚だけじゃないはずです。この前後のページがあったでしょう。息子さんが行方不明であるのに警察ではなく我々のところに依頼を出したのは、闇カジノとのつながりが表沙汰になるのを避けるためです。あなたが人目を避けなければならない立場の人間であること。あなた何者なんですか？もし私を試したんだとしたらいい気はしませんね。どうもすいませんでした。すべて正直にお話しします。行方不明になったのは私の息子ではありません。私が秘書を務める第二子須藤慎一郎の長男、須藤祐樹です。副都心再開発プロジェクトのリーダーで今話題の須藤大義士のことですか？ね、全てを説明して調査が失敗したとあっては、こちらの不都合な情報だけが漏れることになりますので。では信用していただけたということですね。はい、結城さんはラックで出会った人間に拉致監禁されています。犯人の要求が現金1000万。ええ、払えばいいじゃないですか。大吉先生なら払えない額じゃないでしょう。現金が欲しいわけじゃない。問題なのは結城さんが闇カジノに出入りしていたという事実です。たとえ親族のスキャンダルでも大義士にとっては命取りになりますから。では我々は何をすればいいんです？結城さんの身柄引き渡しは明日の夜、場所は隅田川テラス円形広場。結城さんの身柄は我々が引き受けますので、松山さんはその後犯人の身元を特定、そして確保していただきたい。確保した犯人をどうするおつもりですか？それはこちらの問題です。
もう終わりですか？うち7時までだから。そうでしたよね。晩飯にって思ったんだけど。あ、いいよ、いいいい、おでおで。いいんですか？すいません。青葉よろしくね。すいません。遅くに訪ねちゃって、本当すいません。帰ってもそういうことないんで。へえ。あの、彼氏は？ああ、作らないんですか？いらないんです。いらないんだ。本当は男の人苦手で、私父を知らずに育ったんです。私が生まれた頃にはもう死んでいてだからかな。ごめんなさい、変な質問しちゃって。でも唐揚げくんは大丈夫ですよ。唐揚げくん？え、あ、なに、もしかして俺のこと？すみません、あのお名前は？あ、高原です。高原唐揚げ本名です。ただいま。おかえり。何してるんですか？営業先を新規開拓しようと思って、めぼしい企業をリストアップしてんの。あんたは？あ、俺ももうちょっと作業しようと思って。面倒かい行ってました。楽しかったみたいね。楽しいって？ただ弁当買いに行ってただけですよ。入ってきた時からあんたの思念がダダ漏れなのよ。違いますって、本当に腹が減ってただけで。かわいいね、あおばちゃん。唐揚げくんだなんて。ちょっと思念読まないでくださいよ彼女のこともっと知りたいって思ってるでしょ。彼女の辛そうな姿は見たくないでしょ。はい。彼女が笑うと嬉しいでしょう。はい。俺、好きなんすかね。好きなのよ。好きなんすかね。私への応援はいいかな。頑張れ。どうも。いらっしゃい。青葉ね。今ね、買い物すぐ戻ると思うから、ちょっとそっちで待ってて。働く気？ギリまで。え、臨月まで？どうだろう。
ってもギリまで。赤ちゃん大丈夫？あんまり無理しないでよ。こんな店でも私の夢だったからな。儲かんなくても、うん、美味しいって言って食べてくれる人の顔見たら励みになる、それに無理しないと生活厳しいからな。旦那に頑張ってもらえばいいの。そうね。なのにまだお腹出ないの。5ヶ月だもん。これからでしょう。不思議だよね。唐揚げくん、すいません、もうダメですか。いいわよね、青葉。うん、すいません。厨房の中入って手伝ってあげてよ。え、初めての二人の共同作業ね。は、え。頑張れ。おやすみ。青葉よろしく。最近この弁当食わないと仕事頑張れなくて。唐揚げくんはどうして超能力者事務所で働いてるんですか。高校までは超能力持ってるの嫌だったんですよ。この能力がなくなっちまえって。どうして。その頃は思念がちょっと読めるくらいで、誰の役にも立たない半端な能力あっても意味がないって思ってた。でもそんな俺を増山さんが救ってくれたんです。超能力を使って。だから俺も増山さんみたいに超能力を使って人助けがしたいって、で今の事務所に入ったんです。そうなんだ。せっかく授かった能力だもん、みんなのために役立てたいって。でも今その能力が全然使えなくて、このままじゃ俺無能力者になっちゃうかもしれません。どうすればいいんだろう。能力があるってそんなにいいの。能力者嫌いですか。
揚げ作りすぎちゃったからお姉ちゃんち持っていきます。あ、うん、きっと喜びますよ。うん、じゃあまた明日。また明日。どこ行くの？うん？仕事。仕事って？もう少ししたらまとまった金が入るよ。また危ない仕事してるんじゃないの？おい！おめえが働けっつったんだよ！おい！
すいません。あ、いらっしゃい。あれ、青ちゃんはサボりかな。え、あ、いつもの唐揚げでいい。ああ、はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。うん、もう悪かったわね、青葉じゃなくて。でも私の美味しいから。いや、違います。うん、足りないっす。唐揚げ5個しか入ってないっす。いつも7個なんで。うちもともと5個よ。え、あー、青葉がサービスしてたんじゃない。あんたでかいし、いっぱい食べそうだから。ああ、無断で休むなんて。どうしたんですかね。はい、もしもし。わかりました。あ、どうしたんですか。はい、榎本さん、お連れしました。どうぞ。旦那さんに間違いありませんか。はい。検視の結果、死因は心臓を強く圧迫されたことによるものです。殺されたんですか。その疑いが強いですね。それと旦那さんの所持品から不可解なものが数点見つかりました。これはある代議士の住所ですが、心当たりは。そうですか。でも一番気がかりなのは、現場から微量の DM 値が検出されたことでして。 DM？ 簡単に言うと、超能力の発生を示す数値です。超能力。どうしたんですか。旦那が死んだって、殺されたって。青葉がやったんだと思う。え、ちょっと待ってください。旦那さんが殺されて、青葉ちゃんが。子供の頃、私を守るために父親殺してんの。俺ゴミじゃねえんだよ。やめて。なんでそんな目で俺見る。だってお父さん、青葉ちゃんが生まれる前に亡くなったって聞いてますよ。嘘なのそれ。そうやって嘘ついて全部なかったことにして生きてきた。あの子は
超能力者なの。え？そのせいで人と関わろうとしないし、毎日地味に目立たないようにして生きてきて、だからあんたに期待してた。連れ出してくれないかなって。同じ超能力者ならあの子の気持ちわかるでしょ。じゃあどうして渚さんの旦那さんを。私がひどいことされてんの見たんだと思う。ああ、もうどうしよう。警察には何か話しましたか。誰にも何も言わないでください。俺に依頼を。青葉探してくれる。お任せください。死んだ？犯人がですか？先ほど警察から連絡がありました。結城さんの写真と須藤の事務所の住所のメモを持った男が路上で殺されたって言うんです。警察には心当たりがないで押し通しましたが、あの写真は犯人しか持ってないはずなんです。では結城さんの身柄は。犯人が死んだということは、あのバカはどこかで監禁されたままということか。ええ、おそらくは。ならもう探さんでいい。あいつには手を焼いていたんだ。今回のこともカジノなんかに出入りをし、写真を撮られ揺すられて、もうこれ以上俺の邪魔をするなと言いたい。はっきり言いますね。今は開発プロジェクトが一番大切な時期なんだ。金にさえ不自由させなければおとなしくしてくれるだろうと思っていたんだが、金じゃバカは治らん。悪化する一方だ。死んでくれた方がマシだよ。それでは丹下さん、調査はこれで切り上げてよろしいですか。いえ、引き続き捜索をお願いします。これ以上ことが大きくなる前に身柄を確保してください。半年前、自立する気配のない結城さんを須藤はこの家から追い出したんですよ。ではそれ以降の生活費は。さあ、ギャンブルで賄おうとでもしたんでしょうか。それが逆に捕まってゆすりの餌にされてしまったと。まあそんなところでしょう。アツシ、どうした。仕事をできました。人探しです。アバちゃん弁当屋の。はい。
言ったろ、能力が安定するまでは仕事は触れない。悦子が戻ったら担当してもらう。めんどくさいなあ。お願いします。俺にやらせてください。他の誰かが担当したとしても俺押しかけて探します。ならせめて明美ちゃんをサポートにつける。試験が終わって戻るまで待て。青ちゃん、人を殺したかもしれません。早く見つけないと。アツシ。松山さん、ちょっと問題が。これは新たな脅迫状です。でも犯人は死亡したはずじゃ。一人じゃなかったってことですかね。身代金も5000万に増額されてる。しかも今回はファックスで送られてきました。これじゃ犯人の思念を読むことはできない。発信元の情報からある程度の地域は特定できたんですが、犯人がそこに留まってるとは考えにくいですし。参ったな。あけみちゃん、手伝って、お願い。頼む。嘘、そのつもり。読むなよ。でもありがとう。いいってことよ。アツシ君、これ。ただいま。お帰りなさい。仕事取れなかったの？どいつもこいつも都合いい時だけ求めてきやがって。アツシは新居で追ってきたけど。嘘。人探しだって。どうしたんですか？
こっちは身代金目的の誘拐事件、犯人確保を依頼されたんだけど、有効な手がかりがこれしかないんだよ。ファックス。身柄受け渡しに備えて準備したいんだけど、サイコメトリーしようにも書き手の思念は残っていない。依頼人は？そこから手がかり探れないんですか？相手は大技師だよ。常に蓋してるような人間がそう簡単に心を読ませてはくれないよ。今時ファックスなんてね。代議士への陳情って今でもファックスが多いからね。そうなの？ほら去年私記者の返済をして代議士事務所に潜入したじゃん。そうだったね、うん、その時のことを詳しく聞かせてくれないか？代議士相手に電話は簡単に取り継いでもらえないし、手紙なんてまず読んでもらえない。でもファックスだったらダイレクトにリアルタイムに受け取ってもらえるし、受け取った瞬間に本文が目に入るから。でも最初に届いたのは手紙、次から急にファックスなんだよ。送り主が違うんじゃないですか？なるほどな。人質である結城さんの確保だけでなく、犯人の身柄確保を完全にするために協力していただきたいんですが。協力？何をすれば？脅迫状を提供してください。一通目の手紙とファックスの間にもう一通手紙があったはずです。須藤先生、超能力者相手に隠し事は無駄ですよ。先生、どういうことなんです？もう一通あったんですよ。でも先生、どうして隠すんですか？私の段取りはどうなってるんでしたっけ？時間が来たら犯人が現金を拾いに来る。中身を確認して問題がなければ人質の居場所が書かれたメモが分かれる。そんな簡単でいいんですね。今回は依頼者側の都合で警察は絡まない。犯人はそれを知ってるからね。逃げる時間だけ稼げればいいってことなんだろう。ちなみに所長は犯人の目星ついてるんですか？おかげさまで。来た。弁当屋の子。大丈夫だ、行こう。早く開けてお願い。あんた何してんの？お穴がね。
渚さんからの依頼で青子ちゃんを探してた。待って、大丈夫、青子ちゃん落ち着いて、大丈夫だからね。青子ちゃんは悪くない、仕方なかったんだよ。いいよ。ゆきさん、大丈夫ですか？助けてください。はじめまして、増山超能力士事務所の増山といいます。超能力士？何でもいいや。助かった。いや、話はそう簡単じゃないんですよね。我々は人質であるあなたの救出だけではなく、犯人の身柄確保も依頼されています。だったら早く犯人追えばいいだろう。今回の身代金要求、首謀者はあなたですよね。闇カジノで知り合った佐々木刑事さんと共謀して、あなた自身を人質に代議士であるお父様から多額の現金を騙し取ろうとした。しかし何らかの理由で計画は大きく変更することに。あの日、私はお姉ちゃんがあいつにひどいことされてるのを見て、それでそんなことやめてって言いに追いかけたんです。殴るのはやめて、話し合いとかあるでしょ。お姉ちゃん妊婦なんだよ。俺に指図してんじゃねえよ。ああ、もうどいつもこいつは。気がついたらお兄さん、あいつはお兄さん死んでた。それを見てた人がいて、佐々木のバカが取引の直前取り分の件でごね始めたんだよ。要求飲まなきゃ闇カジノの件も全部バラすって言い出しやがった。もう殺すしかねえじゃん。でもびっくりしたよ、俺がやるまでもなくあいつ死んでてさ。青葉ちゃんはどうして？青い顔して突っ伏してる女がいたから、こいつがやったんだってすぐ分かった。ちょっと揺すったら手貸してくれたよ。なるほどね。まあ大方の経緯はこの2通目の脅迫状から読み取れましたけどね。届いてたんじゃねえか。お父様は差出人があなただと気づいて握りつぶそうとしたようです。しかし反応がないことに焦ったあなたはファックスで脅迫状を送り直した。代議士の息子さんらしい確実な方法です。ああ、下手こいたわ。ご安心ください、我々の目的はあなたを依頼者の元に戻し依頼を完了させることです。あなた一人をご実家に返せればそれでいいんです。バレたらお姉ちゃんは殺人犯の姉、生まれてくる赤ちゃんだって言って脅されて。でもあいつ箱を運べば溜まっててやるって、全部なかったことにするって。私どうかしてた、私人を殺してるんです。こんなのって言えない。待った、青葉さん大丈夫。私生きてちゃいけないんです。
なんでそんなこと言うの。アボちゃん、俺はそれでもアボちゃんに生きててほしいね。アボちゃんが不安だったことも怖かったことも全部わかるから、俺もうちの事務所のみんなも同じだったからね。うちの中井さんって先輩は自分への悪口が聞こえすぎてずっとヘッドホンをして気を紛らわしてたって。だから今でも人と接するのは苦手で動物ばっかり探してるし、明美ちゃんって後輩はね、自分が男なのか女なのか気持ちが不安定なまま半端ない能力を持て余して不安に生きて、それでも今では居心地がいいって、毎日なんだかんだ楽しそうだしさ。一番荒れてた悦子さんだってね、本当は自分の発火能力に怯えてたんだと思うし、だからそれを誰かにぶつけてごまかして一見怖く感じるけどさ、本当はすごくすごく優しい人で、みんなそれを分かって本当大好きなんだよ。俺だってさ、俺の悩みなんかどうでもいいね。いや、羨ましい。唐揚げくんたちみたいに同じ仲間がいれば私も違う人生があったのかも。なんで今からでいいじゃん。今からでいいよ、アーバちゃん。俺悩み聞くから弁当だって毎日買いに行くよね。だからもういなくならないでほしい。好きだから。能力の加減もできないし、爆弾抱えてるようなもので、大丈夫、俺が見てるから。
この度は大変ご迷惑おかけしました。いや、こちらはただ依頼通りに仕事をしただけですから。今回のことはくれぐれも内密に願います。もちろんです。我々としてはお客様のご依頼が最優先、それ以外のことに関しては一切関知いたしません。ちなみに結城さんは外に出すとまた何をやらかすか結局この家に閉じ込めてます。ご家族ご一緒で何よりですね。それでは失礼します。あ、そうだ須藤さん、こんなものがあるんですよ。私だ、ユキ。助けてくれよ、親父。たわけたことを言いよって。お前の狂言だってことは分かってるんだ。人殺しまでしやがって、もうお前の面倒は見切れん。佐々木は親父の賄賂の証拠を掴んでいた。それで消してやったんだ。だが、俺にも足はつかないけど。感謝してもらいたいよね。そういうこと言うんだったらバラしてもいいんだぞ。親父が業者に便宜を図って見返りもらってること、証拠もつかんでんだ。自分ばっかり懐肥やしやがって。俺にも権利あんだろ。余計なおせっかいでしたかね。忘れてください。松山さん。なんだよ、そっちの仕事はもう済んだのか。ええ、無事に済みました。では残るはうちの仕事だけですね。助かったよ、音声データ。余計なおせっかいです。使えるなら使ってください。借りができちまったな。事情聴取始めるぞ。はい。時間がかかりそうだが、市民からの有益な情報ありがとう。失礼します。いいんですか、手伝ってもらっちゃって。いいんだよ、お礼だし。明美ちゃんがいなかったらどうなってたか分かんないんだし、お礼だし。ただいま。お疲れ様です。え、捕まえたんですか。松志くん元気だね。そうですか、いつも通りですけど。彼女できたからですよ。弁当屋の青葉ちゃん。やめろよ、もう。能力は戻ってないっす。でもね、超能力だけが人生の全てじゃないじゃないですか。
彼女できたからですよ、こんなこと言うの。羨ましい性格だね。あ、もうこの時間だ。チラシ配り、行ってきます。何年ぶり？覚えてない。でももう来れなくなるし。お姉ちゃんごめん。罪は償うから。増山超能力士事務所の増山です。見ていただきたいものがありまして。青葉さん、あなたは刑事さんを殺していない。殺したのはあなたを脅迫した須藤勇気です。青葉、でも私は父を殺しています。その罪は消えません。ずっと超能力なんてなければよかったって、この力を恨んで憎んできて。生きていくのが苦しいのは君だけじゃない。超能力を持ってしまって苦しんでいるのは君一人じゃないよ。はい、それを教えてくれた人に出会いました。だからもうなかったことにしたくないんです。また人生を生きてみたいんです。それを教えてくれた優しい人のためにも。わかりました。だったらいつか僕たちと一緒に働きませんか。増山超能力士事務所で。待ってます。きっとあいつも。超能力お願いします。
超能力いかがですか？お願いします。超能力いかがですか？ありがとうございます。超能力いかがですか？お願いします。超能力いかがですか？増山超能力事務所です。超能力、超能力いかがですか？お願いします。ありがとうございます。アオバちゃん、アオバちゃん、集中しろ。唐揚げくん、ありがとう。唐揚げくんに出会えて、こんな私のことも許してくれる人がいるって気づけました。唐揚げくんのおかげで生きていてもいいんだって思いました。突然いなくなることを許してください。今変わらないと一生変われない気がするんです。これからは超能力を受け入れて強く生きていきます。唐揚げくん、さよなら。大好きでした。Thank you.
ただいま。ちょ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 ちはい、はい、お待ちください。所長、ツチノコの探索依頼ですけど。ツチノコ、ツチノコいるんですか？お電話変わりました。生き物ならどんなものでも探します、二級超能力士中井健と申します。はい、はい、あ、そうだ、ちなみに結局作ったんだ。はい、アツシ君がうるさいから。あいつ能力もどんどんかも。きっともう戻ってるよ。ティッシュって結構高いんですね。発注一桁間違えた。じゃあどうだ、9000個くんの？いや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 、まあまあまあ、でもいらないならキャンセルすればいいじゃないですか。そんなことするの増山超能力士事務所の看板どなることになるでしょ。大丈夫大丈夫、私全部使うから。大丈夫じゃないし、このピッチだよ。8万さあ、大丈夫、絶対給料そんなことあったら給料から届くでしょ。取るわけないじゃないですか。所長、どうですか？どうしましょう所長。ほんと、めんどくさいな。めんどくさくない、もう分かってて、やっぱめんどくさいからキャンセルの場所って。めんどくさくない、めんどくさくない、なんで、分かってて、できない、うるさいの、うるさいの。ごちそうさまでした。
幸せ。